番いい席じゃん、ハルタさん。ここに来るのにも大変な方々もいらっしゃったと思うんですけれども、本当は今日は本当に来ていただいてありがとうございました。まずこの場所がですね、障害者とか健常者とか関係なく走ることを楽しむ場なので、皆さんここには多分来られた方はいないかと思うんですけれども、走ることを楽しむ場なんですけど、なのでそれで義足であろうがなかろうが楽しめる場を作りたいということで、義足の図書館ということをみんなで作りたいと思って今まで頑張ってきました。あともう一個がですね、皆さん子連れの方がたくさんいると思います。途中で、騒いでしまったりとかすることもあると思うんですけども、もう全然気にしないで騒がせていただいて、その辺の後ろの方空いてるので走ってもらっても構わないです。まあ、そういった、社会が多様性を利用するような体験の場になっていきたいなということも、この目的にもなっているので、ぜひ皆さん他の人とも、なんていうんですかね、例えば皆さんの隣にいる方は義足かもしれません、そういったことも、許容しながら譲り合いながら、思いやりを持ってやっていくということを、この場でちっちゃく体現しながら、それが社会に広がっていったらなと思う一つの一歩として、義足の図書館を、これから盛り上げていきたいなと思っております。短い時間ですが今日はよろしくお願いいたします。遠藤さん、ありがとうございました。それではですね、早速ですが、プログラムのネジを回したり、決めたりして、この角度が微妙に調節できるんですね。で、この角度に合わせて、走り方が変わってしまうので、走りやすい角度を調節するということが結構求められていて、長さの、義足のこの規定材が、
トゲトゲトゲモノが Mm-hmm.